こんにちは、岩根です。今日は前回の続きでこちらの映像、この映像に背景として、光の表現であったり、まあ冬の風景をイメージしておりますので、息の作画なんかを追加していきたいと思います。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っておりますので、興味をお持ちの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また何のお礼もできないんですけども、配信の素材として使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM 経由でお貸しいただけると嬉しいです。それでは参りましょう。まずは光を見えやすくするために一番奥にレイヤーを追加して黒で塗りつぶします。まあ特に何色でも構わないんですけども、光の場合は暗い色、特に黒っていうのが一番見やすいと思います。続いて光の表現、先ほど作った黒い背景レイヤーの上に新規レイヤーを1枚追加します。これも、作画でアニメーションさせる予定はないので、普通のラスターレイヤーで構いません。で、ペンツールをめちゃくちゃ巨大にして、ポーンと押すことで、丸を作ることができます。もちろんこれね、選択範囲で作って、中を塗りつぶすっていう方法でも構いません。とにかく白くて丸い模様のついたレイヤーを1枚作ってください。で、こういう感じですね。さて、この丸を動かすわけなんですけども、丸のレイヤーを選択して、こちらキーフレームを有効化っていうアイコンをクリックします。これを使うことで単純に画面上でレイヤーを動かすんじゃなくって、それをアニメーションさせることができるようになります。まずラストフレームを選択して、自分の希望する位置に丸があることを確認して、そこでキーフレームを追加、こちらです、クリックします。で、次にスタートフレームに移動して、希望する位置にまで丸をドラッグすると自動的にキーフレームが挿入されます。この状態で再生ボタンを押すと、こんな風に間が自動的に保管されて、スムーズに丸が移動していきます。一応ね、今回これを光として設定してるわけなんですけど、現状あまり光ってるようには見えないと思います。それはなぜかというと、周りのものに影響を与えてないからです。で、やはり周りにこの光がにじむことで、人間っていうのは光を感じることができるので、それを今からつけていきたいと思います。で、どういうふうにするか、まずは一番上の髪の毛、シーセルですね、その上ににじみ用のアニメーションフォルダーを追加します。これは作画で動かすので、アニメーションフォルダーを追加してください。で、1コマ目に、新規セルを追加して、薄いブルーで、白い丸を塗りつぶします。もちろん色はブルーじゃなくて何色でも構いません。黄色でも赤でも緑でも何色でも結構なんですが、今回はブルーということにしたいと思います。で、この時バケツツールのオプションで、他のレイヤーを参照するっていうところにチェックを入れておいてください。あとはこんな風にどんどん繰り返して塗れたら、次の新規セルを追加してまた青で塗るっていうことを、とにかく、今回で言うと24枚繰り返して塗り続けてください。こうすると、先ほどと違って今度は青い玉、青い丸が移動するように見えるようになったかと思います。青い塗りセルの入ったフォルダーを複製します。で、一つを50ピクセルのぼかし、もう一つを100ピクセルのぼかしとしたいと思います。今回は青色のセルを2枚重ねて作るんですけども、
片方を違う色、まあ、例えば緑なんかに変更するとより色合いが複雑になって面白くなりますんで、ぼかしの幅であったり色合い、または重ねる枚数、これも2枚でなくてもいいです、3枚でも4枚でも構いません、など変えてみるといいと思います。ここから、このブルーをぼかしていきます。クリップスタジオではフォルダーに対してぼかしをはじめとしたフィルターをかけることができません。なのでここにある24枚のセル、1枚1枚に対してぼかしをかけていく必要があります。難しくはないんですけども、まあ正直かなり面倒な作業なので、クリスタではなるべく動くものには透過光の処理を加えることは避けたいところです。このあたりが改善されたらクリップスタジオでの撮影っていうものにもかなり希望が持てるので、セルシスさんには頑張っていただきたいと思っております。オートアクションにぼかし機能を登録すると若干ですが作業が楽になるかもしれないです。この作業、手間がかかるっていうのは、まあ、もちろんあるわけなんですけども、それ以上に厄介なのは映像がある程度出来上がってから、やっぱりスライドの速度を変えたいであったり手前のキャラクターを変更したいってなった時に全てを一からやり直さなきゃいけないっていうのが、まあ、かなりのデメリットですね。アフターエフェクトなど編集用のソフトを使うとそこら辺がかなり柔軟に対応できるんですけども、クリップスタジオの場合それができないので、本来トライアンドエラーを繰り返すことができるっていうのがデジタルの良さのはずなんですけども、ここら辺ほぼやり直しになってしまうので、こういうぼかしの作業はなるべく最後に回して、もうこれ以上絶対に変更はないって言い切れるところまで持っていってからやることをおすすめします。まあ、そんなことを言ってる間にぼかし作業が終わりました。ここでその2つのアニメーションフォルダーの合成モードをスクリーンまたは加算8個あたりに変更します。今回どちらも不透明度 100% ですが、これもお好みで 80% であったり 50% であったりっていう風に下げてやるのもいいと思います。さて次は息の表現です。息用に新しくアニメーションフォルダーを作成します。今回単純なアウトラインだけの表現になるので、フォルダーを使ったセルではなくって単純なラスターレイヤーに線も塗りも行おうと思います。なぜ、フォルダーを使ったセルにしないかというと、先ほど申し上げた通りフォルダーに対して、ぼかしフィルターをかけることができないわけなんです。なので、セルとしては1枚もののラスターレイヤーにしないとちょっと後々の処理が大変になるので、そういうことにします。1枚目は口のあたりに息の塊を描くわけなんですけども、吐き出してすぐに減速する印象にしたいので、2枚目でドンとこう大きくして、そこから6枚目まではほとんど位置や大きさが変化しないようにしてあります。こうすることで、はっ、勢いよく吐かれた空気の塊が空気抵抗で即減速してしまうっていう表現になります。このあたり映画アキラなんかで非常にうまい処理があるので、参考になるかと思います。最終的に息なので白にするわけなんですけども、見えづらそうなので一旦青で塗りつぶします。動きに合わせて、まあ、これでいいかなっていう風に納得できたら改めて白に塗り替えていって息のセルが完成です。合わせるとこういう感じです。
ではこれをぼかしていきましょう。なんといっても6枚だけなんで、まあ楽勝です。ただ息が消えるときにより境界がぼけていくっていう表現を入れたいので、1枚目のぼかしは10ピクセル、最終6枚目は50ピクセル、まあその間はなんとなく目分量で、ぼけるピクセル数を変化させるようにしてあります。そしてここから息が消えていく、まず一コマ目は半透明とはいえそれなりに見えてる感じで徐々に薄くなっていって、6コマ目の次、つまり7コマ目で不透明度がゼロになるようにキーフレームを打ちます。スライドと同じようにまず息のアニメーションフォルダーを選択してキーフレームを有効化のアイコンをクリック。そして、1コマ目選択して息のアニメーションフォルダーの不透明度をだいたい 80% 程度に設定します。そして7コマ目まで移動して不透明度をゼロに設定します。するとこういう感じでセルが消えていきます。このキーフレーム有効化っていうテクニックはいろんなカメラワークに応用できますので、こちらもぜひいろいろと試してみてください。今日のところはここまでにしたいと思います。次は、次回いよいよ最終回としてユキの書き込みとブラシの玉を作成して、あとはキャラクターにグラデーションなんかをつけたりして少しでもリッチな表現になるような映像を仕上げていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。